皆さんに赤ちゃん誕生のですねグッドニュースをお伝えできることを本当に楽しみにしております。ジャイアントパンダの件でありまして、現在上野の動物園パンダの森で、リーリーとシンシン、このペアがいますが、今年のですね3月6日に交尾が確認されておりまして、赤ちゃんの誕生がですね期待をされているところであります。でその上で妊娠にの時に見られる兆候が確認もされております。ただジャイアントパンダはこれまでも偽妊娠という、兆候そういうことが起こることもありますので、妊娠していない場合にも妊娠しているかのような現象があるということが知られております。よってこれからはそっと観察ということになりまして、赤ちゃんが本当に生まれるかどうかはっきりしたことを申し上げることは難しいんですが、今日からちょうど上野動物園再開園をいたしました。でシンシンが安心して出産に臨めるように引き続き外へ出たり皆さんの前に出てくるという、いわゆる展示、これについては控えさせていただきます。またリーリーとシャンシャンの方ですけれども、お父さんと子供のシャンシャンですけれども、今日は今日の開園日からご覧いただけるようになっています。皆さんに赤ちゃん誕生のですねグッドニュースをお伝えできることを本当に楽しみにしております。また上野動物園ですけれども、今回の措置で入園時の事前予約をお願いしておりまして、人数制限もございます。1日2000人ということで新型コロナウイルス感染症対策を講じていることも改めてお伝えしておきます。新しい動物園の楽しみ方をですね皆さんで作っていければと思います。このような上野から届いた取れたてのニュースでございます。よろしくお願いします。